旅館や飲食店向けに食器などのレンタルサービスを行う久保田産業。去年廃業の危機に直面しましたが、ある取り組みによって復活を遂げた企業です。こちらを経営するのは宮本雄介さん35歳。はい、はい、切りました、はい、さっぱりしました。久保田創業さんは創業何年の会社ですか？2013年の創業になります。じゃあ宮本さんが結構若くして立ち上げた会社という形ですか？いえ、久保田産業はですね、もともと先代の社長様がいらっしゃったんですけども、まあ、体調が芳しくないっていうところもあって、もうそもそもこの会社自体をこう辞められようとされておりました。そういった際に、まあ、我々の方にお話を頂戴して、まあ、今回事業継承させていただくこととなりました。事業承継とは、経営者が自身の会社や事業を後継者に引き継ぐこと。従来は子供や親族、部下などを後継者にすることが多かったのですが、久保田産業のように M&A による第三者が引き継ぐケースも増えているんです。近年、後継者となる人材がいないため、事業を継続できず廃業せざるを得ないケースが増加。中小企業の事業承継が社会問題になる中、宮本さんは去年6月から久保田産業を引き継ぎました。早速中を見せてもらうと、わあ、やっぱすごいですね。はい、ありがとうございます。これ全部食器ということですか？そうですね、基本的にはもう食器が2500種類ほど、ございまして、まあ、佐賀県の有田焼や岐阜県の美濃焼きをちょっと中心に今約25万点ほどお皿取り扱ってます。25万点？はい、25万点です。数えました。取引先は熊本県内の飲食店、宿泊施設を中心に、結婚式場や介護施設、産婦人科にまで及びます。需要は様々ですが、ホテルなど中長期的にレンタルするところもあれば、イベントなどの際短期的に貸し出すことも。中でも人気なのは、おもてなししたい時によく利用される全面シルバーのものや、高級感のあるゴールドに装飾されたお皿。さらに変わった食器も。九州の絵柄が描いたお皿比較的熊本県内の、まあ、飲食店様でこう県外のお客様だったり、まあ、外国のお客様を、迎え入れる際にこうご利用いただいてます。非常に珍しい食器じゃないかなと。なんかそもそも食器をレンタルするサービスを初めて、ごめんなさい、聞いたんですけど、はい、やっぱそういうのがあるんですね。そうですね、まあ、九州ではもう我々だけと言って もう過言ではないぐらい、まあ、全国にも非常に少ない、まれな、まあ、ユニークなこうビジネスモデルとはお伝えしたんですけども、まあ、我々としてはこれだけの規模で、まあ、全国的に、まあ、サービスが展開できる、まあ、企業かなと考えてます。事業を引き継いだ久保田産業に限りない可能性を感じている宮本さん。実は去年5月までは EC 技術を駆使し、Amazon などの運営代行を行うサイバーレコードで勤務。ふるさと納税に関する仕事をしていましたが、そのサイバーレコードが事業承継に力を入れたことが転機でした。サイバーレコードさんが事業継承サービスを始めたということなんですけど、はい、中小企業庁の発表によりますと、2025年には経営者の70歳以上の会社が約245万社まで増加します。でそのうち約半数が後継者不在によって倒産を余儀なくされると予測されております。熊本も例外ではなく、中小企業が衰退してしまいますと熊本の衰退に直結してしまうと私どもは考えております。1社でも2社でもそのような素晴らしい企業を存続成長させるために、私どもは近年事業継承に力を入れております。その中でサイバーレコード入社当初から社長になりたいという目標を掲げていた宮本さんに、久保田産業の後継人として白羽の矢が立ったんです。経営者を目指している若者のためにチャレンジできる場所を作りたいと思っております。私どもはこれからも事業継承を通じて熊本を元気にしていきたいと思っております。夢だった経営者としての道を歩み始めた宮本さん。しかしいきなり思わぬ壁が立ちはだかります。
私がこちらに来た時点ではもうあの基本的にはもうあの全てアナログな管理方法をとっておりまして、大学ノートにも一つ一つこう手書きでまあレンタルのこう記録を残していた。さらに商品をまとめるカゴはあるものの、当時はバラバラに入れてあったため在庫数が分からずお客さんを待たせてしまうことも。そこで宮本さんは改革に動きます。一応商品の管理、あと在庫の管理システムをこの度導入をさせていただいて、全ての商品のデータをパソコンだとスマホで全てが確認ができる。でお電話でお問い合わせをいただいても即答ができるので、そのようなシステムに非常に便利なシステムではないかなと考えています。こういったそのデータ管理を取り入れることで即日回答ができて、お客様もスムーズにレンタルができるというものになっております。デジタル技術を取り入れることで顧客の満足度も向上。さらに今月末までは一般の方も参加できる在庫販売会も。有田焼を中心としたこだわりの器を段ボールの蓋が閉まるまで入れ放題という、なんとも大盤振る舞いなイベントです。この箱いっぱいで1万円ってことですか？そうです。これだって相当入りますよね、はい、1万5000円。相当入ります。来たお客様からも本当にもう1回来ますっていうことをよく言われます。そして今久保田産業の可能性を広げるある取り組みも。今まで の久保田産業はですね、アナログな手法を取っていたっていうこともあって、もう 99% 近く、熊本県内のお客様に集中しているんですけども、今後はオンラインストアを開設して全国にマーケットを拡大させたいなと思ってます。そう、オンラインストアの他にも予約や決済システム、ウェブ広告などサイバーレコードの強みを久保田産業で。ただ事業を引き継ぐだけでなく、より良いサービスに発展させようとしているのです。やっぱりもう我々の力はやっぱりもうデジタルの力を知っているので、その力を使って社会貢献をしていきたいというふうに考えているので、もしもここで事業継承しなかったら、もうこのお皿すべて廃業でもう処分になってたと思うとどうですか？いや、そうですね、もう本当にもったいないなと思いますし、まだまだこの会社もそうですけども、やっぱり日本全国見渡しても多分同じような会社さんっていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思っているので、そういったところをこう我々で一つでも多く携わっていくことができて、地域の課題解決というところができればなと思っています。